信頼ガメラ2打ち込んでいきたいと思います。おお、跳ねたありがとうございます。あ、勝った。この後か。はい、はい、はい、7、はい、怖なってきた。うわ、出たー。5、6です。ただいま4時過ぎなんですけども、突っ張ります。はい、3000ゲーム、ちょっとマイスローを吸い出しますか。はい、データこんな感じです。とりあえずビッグが11回、レギュラーが3回、183分の1、488分の1、合算が133分の1、かなりいいっすね。でギャオスがね、ちょっとこれ3枚ギャオスと斜めギャオスも入ってるのかな。一応 4.82 です。でマイカウンター、まあ、これを上げていくと、パスワード入れてね、これを1万ゲーム2万ゲームってしていくと3枚ギャオスもなんか見れるみたいです。と現状ね、ちゃんとしたの分かんないんですけど。あ、でキャラクター紹介、大怪獣ガメラ金ってね出てます。まあだから見逃しても大丈夫っぽいですね。うん、で一応5、6の機械割りが完全攻略時で5で 108.9、6で111ぐらいって言われてます。まあ、ただ前作のガメラは多分ホールデータ上はね結構下に動いてたっぽいんで、まあこの2がねどんな感じなのかちょっと、ね、調べるためにも回していきます。これ2連ガメラ狙いが意外と楽かもしれないですね。まあ順押しの方がこぼしにくそうな気もするね。こうやってシェリーも滑ってくるし、まあ、議論は上段に出てきた時だけ狙うみたいな。逆押しはね意外とパンパンってパパンっていっちゃうんでこぼしがちなんですね。ちょっとわー来た。さあカメラ鉄板で。弱い。さあどうだ。お、ギャオスじゃないよね。あー、ギャオスか。でもジェット当たったよ。厳しいか。お母さん、ここ耐えろ。4ゲーム目。おお、強いぞカメラ。ナイス。229ゲーム、はい。バトルメカロス。バーカお、ああ。はい。レギュラーが続くね。これで3連続。はい。連戦バトル取れないですね。結構動画で結構入ってるの見たんですけどね。じゃあちょっと先画面モードやってないんでそれしましょうか。はい、なるまで順押しでいこうかな。うん、まあこのモードは基本レバーでバインっていうのが鳴ったら期待度 40% ちょっとで出現率がね120分の1いかないぐらいかな。いきましょう。わあ、さあこれです。さあ152ゲーム、30ゲームぐらいになったぞ。じゃあこの時は逆押しで。ああ、議論か。
あーでもレア君に、ね、引いた。さあここ取りたい。リプレイレア役バトル目。おお、うまっ。そっか、2路2連続はい、いやー今日はチャンスゾーンがなんかやれてるね。いやーまたレギュラーか。逆転ない。おっし、気持ちいい。ありがとうございます。さあ3連後連続続レギュラーでドロ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 。いやーでもだいぶ減ったよ1500枚近く持っていかれたんちゃうかな波荒いね。お、あー判定した。これです、裏バトルみたいな。あのここで勝てばジャックが2個乗るっていう。待てどこまで行ってくれんのこれわー絶対当たってくれ。うわーどうこれ、うわ弱ああ、これまたいてくれるんですかね。うわどうやろ、あーでもこっち向きじゃない。あーやっぱりよしよし。いやー弱い、これは勝てないな。内部的に敗北してそう。あ、いや早いってまだいるか。よし、これ勝ちそうな気がするよ。いや弱いな、ラストショー。いける。うわ最悪はもう5セット409枚。そうそう、ほんまそうそうよ。もうすいません、せっかくの見せ場を一回も上乗せせず駆け抜けてしまった。次ビッグ引いたらまだガメラ右いないかな。なった、261ゲームさあもうリーチ迷惑とかでもええよ。これ1角ちゃいます。ああ気持ちいいはい、あしまった、あれやったよかった。ああだめ、これ入ってるかどうかの時にテンパらした状態で第3を長押しするとここがねつくことあるんですけど、ついたらボーナス確定なんですよ。ああそれやったよかった。いやー、はい5回目のレギュラー。さあまたしても先画面なしのバトル目。これどうやろう、テンパらへん終わってた。うわー、さあまた先がめなしバトル目、緑ダメだ一応外前にトータル4000ゲームいったんで、まあ、そちらのデータも載せておきます。こんな感じ。確定出てからの方が挙動悪なった気がするんですよ
あの701レギュラーで5、6角出て、その後ね、231レギュラー、158ビッグ、268レギュラー、360現在。おお。あ、右か、あ、挟む。はい、510ゲーム。リプレイやね。いい一面リプレイ。よし。やっとビッグ。10回目。よしよしよし、こっからや。上映中っていうのがいいよね。こう、ダメだシアターみたいな。ここで台とかブーベラン来たら。まあまあ637枚。ここでガメラ出ろ。お、びっくりした。G やったからちょっとドキッとした。はい、さあ、でちょっとね、もうちょっと先ガメ変えます。なんかちょっと合わないかも僕。あ、ただね、あ、そっか、ここの30ゲームはありかね。え、なればバリアツっすもんね。じゃあちょっと30ゲームだけ先ガメでいきます。人なり、おー来た、人なりでいいって思ったら17ゲーム。もうじゃあここあれ2連ガメラ狙います。まずは中下段に止まるよ。 OK、 チャンス、あ、バトル目以上。ここにガメラ止まったらボーナス以上。バトルか、まあまあまああるんじゃない。さあ右ガメラ、よし、夜負けなし、しかもジャック。あ、あれやったらいいんや、7のやつ。あー、ちょっと待って待って、これ耐えてくれ。ここ、ここついたらもう当たり。つかない、そして倒れー。あれ暑いね。なんかね、ちょっと今いろいろ見てて思ったんですけど、あ、当たりました。あ、右から、これマイナス70%以上ある。おい、復活。はい、229ゲーム、イーチメリプレイかな。 OK、 ガメラでいきましょう。はい、さあ、中ダメか。6弱、453枚、ちょっと少ないな。ガメラ、グッド。はい、7時っすね。今でピック11のレグ5、打算が182分の1って感じです。この今、ちなみにあの人参と玉ねぎかな、これがよく出るほどガメラモード、まあ、つまり広角以上の可能性が高まるみたいです。いやー、またハマってきましたわもう。いや、これね、ワンチャンの今日マイナスで終わる可能性ありますよ。飯まずからの飯うま展開。さて、ズバッと、いやー、もうこれ気持ちいい。これ普通に当たりですね。ピンチメリプレイとかではない。でかい。あー、はい、おっしゃ、
よし、まだいけいける。はい、8ジャックマ634枚ガメラ。おお、惜しい。さあ行きましょう。うわ、ちょっと待って、ダブルギャオスなんですけど、出目で否定してるんで、これあ一応議論テンパンもね。あ、ダブルカメラおる。さあ、じゃあテンパれ、よしで、ねじって離す。天使のあのあれ、ダブルアップチャレンジの天使の子、はい、ってことはこれプレミアムなんで多分ビッグっすよね。はい、一応復活の方がビッグの可能性が高まるんやったかな。102ゲーム。はい、さあ一緒つながったか、2連目。さあ久々の夜ステージ。おお跳ねた。ナイス。ダメか。いやー少ない、428枚。そうそう、さあ、あ先張りするか。ここだけ先がめするのありかもね。どうだこれ、28ゲーム。こういう時こそあれでしょう、テンパらしてねじる、つけ。耐えろ、つかない。うわ、おやすみです。おお、オールスター、これはたまんない。なんかテンパれ、テンパらない。はい、わあ、なんたら、なんやったかなこれ、頭がチッみたいなやつ、なんやったかな。え、これちょっと待って、議論引いた。はい、さあ黄昏ステージで当たりました、初めてちゃうかな。はい、デビック462ゲームまあまあ平均ぐらいですかね。569枚レイツ。さあレンちゃん、いい額です。さあでここにガメラ揃ったらビッグ一枚役。あー天使出た、ビッグでしょう。262ゲームジャックか、やっぱ7は欲しいな。ノットベッド、悪くない、いや良くもないけどね。さあ
9時半回ってます。もうちょっとね時間的に11時閉店なんですけど、考えていかんともう見えへんよ目が。はい、実践終了、お疲れ様でした。別日です。はい、ということで、あの日ねガメラ2、設定5、6確定した台を、まあ、1日全突破してきたんですけれども、まあこれがあの最初ね前半のこのジェットコースターが最初に登っていく、ね、これどこまで登っていくんやろうぐらいまで上がったんですけど、まあ後半はハマってからもすっげーもみもみで、はい、最後は600ハマって、当たらずやめました。で、結果の方なんですけども、まあ、これがまたね、びっくりするんですけど、使用が550枚、獲得2448枚。ということで、最終プラス、1898枚というね、結果でした。半分減った、データの方、こちら。いやー、もうね、すごいですね。まあ、ガメラ2の、破壊力と、そしてこう設定でももみもみするというところがね、まあ、ここに詰まってるわけですけども、まあ、ちょっとまだ設定カンパのところね、あんまり出てないんですよ。まあ、今出てるのがまあやっぱボーナス確率で、あとはやっぱりあの3枚ギャオス、ここが前作同様設定差があるんじゃないかなと、思うんですけどもね。一応僕が 4.3いくつかな、まあ、その辺でした。それ楽しかったんですけどね、まあ、結構当たったんで、まあ、当たったんですけど、まあ、やっぱりその何でしょう、このちょっとガメラ2の怖さも知ったというか、まあ、これ本当にね前半のこの部分でだけ見たら、まあ、設定10ぐらい、あるなという印象なんやけども、後半はこう下がってもみもみということで、まあ、設定、まあ、低設定かなぐらいのね、まあ、定説でもあんな当たんないとは思うんですけど、まあだから後半から打ってたらあれ全然負けてますね。そうだから、まああの高設定でもね結構ああいう出方することがあるんやと、いう感じなんですけども、まあただあの日、あそこのガメラ島、まあ、6台おそらく全部楽しい感じだったんですけど、あとの2台のデータもねちょっと吸い出してきてます。それがこちら。はい、ということでね、まあ右の台は一撃覚醒ビッグで2400枚取ったとかね、まあ、ちょっとこうドカンっていうのもあったんですけど、まあもう一台の方は本当に何も引いてなくて、まあでもこうしてみたら結構右肩ねちょっと上がっていってるかなっていうね、まあこれも高設定の、まあ、一つかなというね、気がしました。はい、なんでまあそうですね、まああとはやっぱりそのビッグ中のやっぱりこうカットインがちょっとね、多い。高設定は多いかなという、やっぱり気がしました。まあ、ただ、まあ、このガメラ2、やっぱりね、結構やっぱ破壊力は前よりあると思うし、まあ、本当にね、しっかりやれば甘い台だと思うんで、まあ、仕事帰りに、ちょっとね、勝負してみるとか、多分そういう打ち方でもね、もういけると思います。まあ、僕はね、今回全突破で打ちましたけど、こうガメラシリーズは短時間とかでも全然楽しいというか、むしろそういう打ち方の方が合ってるんじゃないかなというね、一撃取ってやめるとか思いましたね。まあそのあたりまたねちょっと見てる皆さんの意見というか、まあ、ガメラ2こんな感じやでとかね、またコメントで、はい、書いていただければなと思います。まあね、今回、まあ、運よく、まあ、ガメラ2の設定5、台、まあ、5か6か正直もう分かんないんですけど、まあ、高設定打つことができました。まあこんな感じでねクワーマンチャンネルまだまだいろんな台のね新台やら、まあいい台やら、まあ、あとは飯まず飯うま、まあ、そういうのも取りつついろんなことをねやっていこうと思いますんで、またあのチャンネル登録まだの方はねぜひこの機会にお願いします。はい、じゃあね最後まで見ていただいてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。